ピンスの角度は30度、どうもキリヌです。はい、ということで今日はですね、ちょっと深刻な悩みがあるんですよ、私には。というのは、以前ですね、こちらの動画で私お洋服がねすごい好きで、まあ、いつかね自分のブランドをやってみたいんだみたいな話をしたと思うんですよ。でそっからねすごいありがたいことに、いろんなねお洋服のブランドさんからこう展示会呼んでいただいたりとか、招待してもらったりとかね、そういうイベントとかねやらせていただいたりとか、まあ、そういうことがあったんですよ。でもめちゃくちゃ嬉しいんですけど、展示会に行けば行くたびにもう可愛いんですよ、お洋服が。あ、待ってこれ可愛い、あ、買います、待ってこれ可愛い、あ、買いますとか言って、もうなんかね、バカの自分って思うぐらいに服を買っちゃうんですよ。ということで今日はですね、まあそれのね整理をしていきたいと思います。それではレッツラゴー。はい、ということでね、まあ、整理をしていきたいということなんですけれども、家がねパンクしてるので、ちょっと見てもらった方が早いと思うんで見せますね。はい、まずこちらですね、見て、ここにかけられる分はもう全部かけてありますぐらいね服があるんですよ。でここもねカバン置き場なんですけど、もうカバンが入りきらないから、カバンの中にカバン入れてるみたいな、もうちょっとよくわかんない状況になってて、もうちょっとカバンがかわいそうな感じになっております。そしてこちらですね、あの隣の部屋なんですけれども、もう見て、こう段ボールの中に服服服って感じだし、もうここもね飛び出してるんですよ、お洋服が、っていう感じなぐらい、こう入れる場所はないです。もう単純に可愛い服がこんな段ボールの中に入ってるなんて、もうね申し訳ないっていう感じなんですけれども、ちょっとしまいきれずここにあります。はい、でそしてねクローゼットの中もですね、こんな感じ、もうパンパンです。で下見てもらうとね、もっとやばいの、これ一応ねパンツとかニットとかで分けてるんですけど、もう入ってないんですよ。いや、それからね、あの寝室の引き出しもあるんですけれども、ちょっとそちらもね、あの見せたいと思います。はい、でもうこの寝室のねベッドの後ろがこんな感じで、もう全部服、一応ねここにねタンスがあるんですけど、これを今回ちょっとね新しくして、それからこの鏡ですね、この分のスペースもったいないなーって、ここにねなんか服を収納できるものを買った方がねいいんじゃないかなと思って、なんで新しい家具にしようと思います。はい、ということでね、まあ今の現状をね皆さんにあの見てもらったと思うんですけれども、まあ服が多いんですよね。まあでもね、あの女の子って基本結構やっぱ服多いと思うんですよ。まあ可愛いからね、どうしようもないんですけど、まあとはいってもね、やっぱ服ちょっと多いかなと思うので、今回はこちらの収まりきっていないお洋服たちを、まあ、なんとかしていきたいと思います。で一応ね今回もう買ったんですよ、家具を、なんですけど、まあ、届くのがねちょっとミスって3月の26とかなんで、今ね2月の19です。終わったー。じゃあ1ヶ月後までさようなら。私の髪の毛も変わってるかも。じゃあねみんな。はい、ということで家具がやっとね届きましたー。なのでちょっと紹介していきたいと思います。で実はですね、見て、ちょっと変わったところ気づかないですか。もうここからしてね変わってるんですけど、どう、まあ、今までね、あの背景が、引き戸がね、丸見えで、こっちにお洋服が丸見えだったのを、あのカーテンをですね、つけました。ちなみにね、カーテンはこんな感じでついてます。天井にこうくっつける式で、こういう風にカーテンがかかるタイプです。で、クッションのね、カバーも何種類もね、買ったんですよ。ちょっと可愛らしいデザインとか、まあ、全部ね、これに合うように、白とピンクとブルーしか、今回買ってないんですけど、こういう感じのとか、貝殻の柄とか、光ってるのがね、だいぶ多めなんですけど、こんな感じのをね、買ったりしました。はい、じゃあ、届いたね、お洋服棚とかを見せたいと思います。はい、で、戸棚はこんな感じでーす。チャラーン。でね、上にバッグが置けるようになりました。で中は開けるとこんな感じで、ここにこんな感じでお洋服がたくさんかけられて、下もね、これハンガーが足りなくて、かけられなかったんですけど、スカートとかをね、かけたいと思います。で、反対側はこんな感じで、ワンピースで、上が、カバンですね。この辺のリュックとかの、ちょっとペタってしたタイプ。こっちは置けるタイプを置いて、ここに、そういうタイプを置くことにしました。ちなみにこの戸棚すごく便利で、下がさ、普通についてるように見えるでしょ？でもここ実はね、隠しキャスターがついてて動くんですよ。こうやって引っ張ると、ほら。すごいでしょ？だから、もし、
あ、やべ。部屋の模様替えをこう一人でやりたいなと思った時に、女の子でも扱うことができるので、これね結構いいなと思って買いました。デザインもすごいシンプルだしね。はい。で、こちらの寝室をね、皆さん見てほしい。いきますよ。じゃじゃーん、見てー、だいぶ生まれ変わったでしょ。大方、全部収まりました。すごい嬉しい。これ、めっちゃ良かった。でね、ここはこんな感じで、シーツとかを今入れてるんですけど、でもここに下着とか靴下とか、まあ、パジャマとかそういうのをね、入れつつ、あとは、ここにね、めっちゃ便利なの、鏡がね、あるから、例えばこうやって服選んで、ここでね、こう確認することができると。今日のコーデはこんな感じみたいな感じね。確認することができます。はい、ということで、まあうちんちはね、すっごい綺麗な家でおしゃれなわけでもないんですけれども、まあちょっとずつこんな感じでね、整って綺麗なお家にねなっていったら嬉しいなと思うので、これからも頑張ります。ではまあ後ろのねカーテンも私的にはちょっとまだ気に食わなくて、もう少しちゃんといい感じのねカーテンにしたいなとか、家具がね圧倒的にまだ収納がね足りてないんじゃないかなって思ったんで、収納増やして綺麗にして、なんかいつかみんながこう、あ、ゆきりんちゃんのお家いいねみたいな言ってもらえるぐらいに、いいお家を目指して頑張りたいと思います。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひお家改造頑張ってねって思ってくれたら高評価よろしくお願いします。これからもちょっと頑張りたいと思うので、逆になんかこうおすすめのこういうの置いた方が家がね片付くよみたいな便利アイテムみたいなのがあったら、ぜひコメント欄で教えてくれたら嬉しいなと思います。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、それではバイバーイ。